どうも、ひかりまんです。今日も元気でウーバー生活やっていきたいと思います。今日は、今日の AI は、AI はどんな配達を、まだ起きて10分です。7時1分。なんかね、もう、ダメだ。癖になっちゃって。早起きが。なんかもうね、昼前に編集半分ぐらい終わっちゃうっていうのが気持ちよすぎてね。さあ、ということで平日月曜日の朝活どうなのかやっていこう。土曜日だっけ、この前そん時はね、ここで鳴ってましたけどね、マックが。今日はどうでしょう、通り過ぎました。さあ、どのタイミングで鳴るのか。さあ、もう鳴っていいんだぞ。誰か一人いる可能性あるな。ここで鳴らないってことは注文ないはずはないからな。注文空いてねえのかな。人少なすぎて注文空いてない可能性。月曜は8時からとかないよね、マック。ああ、でも空いてるわ。めっちゃゴミだ。ローソン。でも 1.1 キロだから取りませんよ。うーわ、体重はほとんど変わってないんですけど、体がすごく最近軽いんですよね。まあ、懸垂の数はそんな変わってないけど、ということで到着です。255ですね。はい、お願いします。はい、お願いします。ピー。グッド、スタート。はい。すごい、体温計だよ。初めて運ぶわ。私は風邪ですって言ってるようなもんだよ。これは下手したら300円突破するんじゃないの。だってまだ半分ぐらいしか配達来てないのに。この時点で鳴ってるってことは結構ロスするよ。そんな急がず行ってみる。これは、あ、置き配、置き配、置き配。さすがに置き配だよね。ドアガチャガチャしちゃった。階段上がってそのドア一つあったから、これさすがにこの大きさの建物で一部屋なわけないよなと思って、部屋番号とかも書いてなかったから、あ、これ通路に続くドアかなみたいな。でこのドア開けて何丸何何丸何とか部屋がまたドア一つあるのかなみたいな思って、開けようとしたらガチャって鍵がかかってて、玄関のドアだったよ。普通に配達員がドアガチャガチャして入ってこようとしてるみたいな感じになっちゃいました。すいません、風の中怖がらせてしまって。そう、この感覚戻ってきた。あの自転車ってね、足の力じゃないですよ、使うのって。まあ足の力なんだけど、坂登るときはね、この手と手をね、こうグイグイってこう引きながら登るんですよ、こうやって。まあこれは坂じゃなくても普通にこういう平坦な道でも使えるんですけど、こうすることによって足の疲れとかね軽減されるんだ。危ないよ、危ないよ。5571、危ないぞ。5571、おい、危ねえぞ、おい。やばいやつだな、こっちがやばいやつだ。こっちがやばいやつでした。
こいつもやばいな。やばいやつにはやばいやつで。あ、これは？俺のモットーっていうか、あの一番効くんですよね。やばいやつに対して普通の人で行っちゃうと、もう向こうがやっぱ圧倒してきちゃうから、こっちも同じぐらいのやばいやつ演じていくんですよ。その発想がやべえけどな。ピーグッドスタート。いやー、近いにも程がある近さ。いやっていうか、この10度超えてきてから あの商品の袋詰め、バッグ詰め、マジで時間との勝負だからね。少しでもバッグに入れる時間が長いと一瞬で冷めるからね。でしかもバッグ一つ、なんか小さい小バッグみたいな使ってる配達員は無理ですよ、ね、熱々維持するの。 Uber の公式バッグに小さい小バッグ中にもう一つ、それでやっと1時間2時間ぐらい熱々を維持できるぐらいの感じなんで、小バッグ一つだと一瞬で消えますからね。だからウーバー頼んだ時冷めてて、あ、まあ冬だからまあしょうがねえかって思うお客さんいるかもしれないけど、しょうがなくないから、ちゃんとやってればね、熱々届けられるから。冷めてるやつはもうただのクソ配達員です。これ値段上がってんのかな。あ、なんか書いてあるね。あ、これあれだ、多分バカな配達に引いちゃったんだろうな。まあっていうのはわざわざエントランスのドア1回入った後にとか書かないからね、普通ね。最初は多分これドアの前に置いてくださいだけ書いてあったんだと思うけど、バカな配達員がマンションの一番最初の自動ドア入るところのドアの前に置いといたりとかしちゃったりしたから、わざわざ書いてんだろうなこれ。いや、いるからね、いろんな人が、まあ、いろんな捉え方があるからな。いいじゃん、30分で2件クリアしてますね。だこっからならなそうだけどな。うわ、ついに来たぞ。ついに俺はゴールドパートナーになりました。さあ、ということでゴールドの特典、ルームスの自転車用ヘルメット、ハンテワークスの自転車用ライト、ウーダーメディオンライン講座の割引特典、全部いらね、全部なんだ、全部いらね。割引とかいらねえから、これも全部割引だろ。ヘルメットもらえるとかだったらいいけどね、これも全部割引だから、これもらえろよ。昔はね、あの3ヶ月に1回こう審査があって、3ヶ月の間500件最低完了してて、キャンセル数5回以内、これはあの注文受け取ってからのキャンセルですね。であとは満足度で、ね、満足度が確か98以上だったかな、でそれをクリアすると、ゴールドパートナーになれて、で特典がね結構良かったんだよ。1000円クーポンかける10枚だから1万円分のクーポンもらえたんですよ。であとウーバーバッジみたいな、これ見てください、ゴールドパートナー、こういうバッジもらえたり。全然そっちはいいよね。ただその時はね、その満足度をめちゃくちゃ気にしてたな、今はもう何も意味ねえじゃん。満足度とかほぼなんか90以上でプロみたいな、いや90以下にはほぼならねえよみたいな感じするけど、 Uber 公式的には90以上でプロみたいな認識になってるね。 70% でも全然なるだろうし。20分無音、まあこんな無音は全然無音のうちに入りませんよ。どんだけ無音の中耐えてきたと思ってんだ。無音は2時間からです。あと1件ぐらいになってほしいんだけどな。ならねえな。止まってる、もしかして俺しかいない。江南マックで朝活配達員いないなんてありえないぞ。とうとう出前から流れたんだな。あ、やばい。あ、止まっ、あー、ローソンしかやってない。あー、マック止まった。
マーク止まったわ。ということで帰りますか。なんでじゃあさっき空いてたのかな。たまたま方南町スタートの配達員がいたのかな。方南町からバイクで中心に行く配達員がちょうどうまいこといてカウントされたのか。で今はもう俺一人と。まあローソンはなる可能性あるけどね。とりあえずまあいいや。避ける気配なし。いやこっちは限界まで避けてやってさ、向こうも一緒にさ避けんのが気持ちいいのにね。こっちが限界まで避けて、おじゃあ真ん中行こうじゃねえんだよ。どっちも同じぐらいまで限界まで避けて、いいねいいね、ハイタッチ。これだろ。何じゃあ真ん中行こうだ。何わな我が物顔で、車のここ車の道だ。ダセーな。誰も赤ちゃんに本気出すやついねえだろ。交通弱者ってそういうもんだからな。マジでだから自転車もさ、歩道走るときあるじゃん。車道が危ないときとかさ。そういうとき歩行者に、ういとかやんねえだろ。二人横に歩いて行けなかったら、もう無理に抜かさず後ろをずっと走るじゃん。それを車は、ういってやってんだよ。ダサくね、マジで。うわーってことは時給これ600円ですか今日。ひどい。はい、ということで、つまみがないので作ります。用意するのはシーチキン、卵、マヨネーズ。ここにマヨネーズまず混ぜていく。ここにあぶれた、あぶれてる、あぶれてる。はい、ゴー。はい、はい、ということでこちら、うまそう。はい、完成。これめっちゃうまそうね。初めて作りました。シーチキンと卵つまみで検索したらこれが出てきました。もうあと1回ぐらいかな。わあ、もうないな。もうカナディアンクラブうまかった。半熟なんだよね。うわやばい、これは。うわこれやばいぞ、マジで。いただきます。さあ、ということで2本目、ワイルドターキー。もうワイルドターキーももうないんだよ。ということで、備蓄品の海苔塩、めっちゃうまそうな高級海苔塩。やっぱ海苔塩と言ったら小池屋ですよね。じゃあちょっと一発、まあ、違うのかな。なんか分厚いな。2倍ぐらいある分厚さ。うん、まあただ分厚いだけか。とワイルドターキー、あー全然うまい。あのね、カナディアンクラブは癖がない。すごく癖がなさすぎて何にも感じないぐらい。だからワイルドターキーやっぱ味濃いな。ちょっといっちゃうよ。もういっちゃいます。でもいっちゃいます。ワイルドターキーも空になりました。うわもうなくなってくる。明日買いに行く、マジで。うん、いやこれ徐々にうまくなってきましたね。10口目ぐらいからうまさがこう分かってくる。あーワイルドターキーうまい。3本目、メーカーズマーク。いやこれはね、なか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 なんですよ。つまみがないな。まあまああるっちゃあるんですよ。とこれ備蓄品の、これめっちゃうまいよ。これカルディコーヒーファイブのやつです。トリュフ、トリュフ、うん、これめちゃくちゃ美味しい。うんうんうん、
これを食べるとお母さんタバコが吸いたくなっちゃうんですね。はい、ということで、こちら締め沖縄そば専門店浜屋。いや沖縄懐かしい。うますげー懐かしい。この出汁何言ってるかわかんないです。はい、サクッと読んでいきましょう。ナイスパイありがとうございます。はい、完成におめでとうございます。つけさんありがとうございます。はい、22時40分、はい、ちょっと今のところ考えてもないですけど、はい、光マンさんえ、本当に登録者数抜かれたら失礼です。あ、これ光マンさんだな。光マンさん今7000何百人ですよね多分ね。死なないでください光マンさん。やりたいですね。でも当日は多分今月中には抜きたいと思ってます光マンさん。まあ特に意識はしないですけど結果的に 抜いても死なないでください光マンさん。舐めてるなこいつさ、完全に舐めてるわ。